停滞する梅雨前線の影響で、このあと雨が強まる見込みで、下越、中越、佐渡では土砂災害に警戒が必要です。佐渡市の栗野江地域では、これまでに降った雨の影響で、斜面の土砂が市道に流れ込み、通行止めとなっています。雨は小康状態となっていますが、梅雨前線の影響で、県内は今夜の初め頃から明日明け方にかけて、雷を伴って激しい雨が降る恐れがあります。明日朝までの24時間に降る雨の量は下越で120ミリ、その他の地域で80ミリと予想されています。気象台は佐渡、下越、中越では明日未明から朝にかけて土砂災害に警戒を呼びかけています。